どうですか、その柔軟性っていうか、なんだっけ、 PDCA にとらわれない発想。今やってる例えばスーパーでそういうのはどうなんですか。ないんじゃないですかね、そんな完全に硬直してんじゃないですか。硬直してないとバラバラになったら誰もついてこれなくなった。自然発生的に泥棒とか発生しちゃう、なんかスキーを見て、そう、とにかくバラバラになったらスーパーは成り立たないんじゃないですかね。なるほどね、うん、バラバラじゃないからこそみんな安心して平和な暮らしを謳歌してるんじゃないですか、ね、うん。今なんかほら糸崎さんが言った、ああだからこの話をしようと思ったきっかけは、きっかけはっていうか、まあ一回動画収録してんですけども、その今日はだから彦坂先生とその YouTube ね、まあ僕も YouTube 初心者なので YouTube をまあちょっとずつねよくしておこうと思っていろいろ勉強してるんですけども、その今日は iMovie をね使おうと思ったんですけども、まあうっかりその古い iMovie を新しい iMovie に更新しちゃったんですよ。そしたらその今まであったこう操作項目のボタンがねもうことごとく消えて、何していいのか分かんないし、まあ適当に山間でこうかなっつったんだけども全然、できないという、ね、あれ検索で呼び出すんじゃないですかね。あのいやもうそういう問題じゃなくて、もうとにかく僕もねそのコンピューターの操作は私は苦手なんですよ。それでとにかくねいちいち新しい操作を覚えるのがものすごく苦手で、でもうとにかくイライラしてくるんですね。私も昔方の人間でね、もともと写真家ですから、こういう分かりやすいね機械がね好きですね。であのね、とにかく iMovie って私もね何回かは使ってるんですよ。とかバージョンアップされるたびにね、あの前やってきた経験が全部ねなしにされるので、本当に基本的な操作だよね。つまり例えばフィルムとか画像と画像をつなぐとか、それからあの今日はだから画像と画像を、だから彦坂先生の、YouTube 番組にオープニングをね、中川君っていう技術者がうちのスタッフにおりまして、優秀な人なんですけども、その人に、オープニング作ってもらって、それで、まあ、くっつける作業こっちでやりますからって言って、iMovie でねオープニングに、本編の画像を合体させて、でそれをこう保存、ね、しようと思ったんだけど、そのね、くっつけるところまでできたんだけども、ね、保存がねできない。もう保存するとねムービー2つに分かれちゃってね意味がないの。それでもうとにかくもうそこまでね、もう私のイライラが爆発しましてね、あのもう iMovie はいいっていうことで、ちょっとアドビの違うソフトをね、使うことにしたしました。でそれで一応1本は作りましたね、それでそれでその PDCA の話を思い出して、彦坂先生にそのこのカメラ使ってね、あの最近のそのデジタルカメラはこう P がもう成り立たなくなってきたという話をしたら、じゃあそれこうもう一回やってよっつって、それで撮ったんですね。そう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 。だからまああの一つはなんか今のトランプ政権でもそうなんですけど、あんまりその計画的には見えないわけですよね。うん、だからみんなその対応できないっていうか、その、うん、とにかくはちゃめちゃに見えるわけですよね。でね、そうそう、あのこれね、偉い店長の偉店さんの、しょぼい企業で生きていくという本もありましたけども、あのね、最初に計画立てない方がいい、成り行きでいいって言うんですよ。それでね、日本の企業も別にそのどこも昔からプランにこだわってるわけじゃなくて、DHC っつってね、あの今化粧品会社かな、うん、ところがね、DHC ね、それは、何の略かっていうと大学翻訳カンパニーなんですよ、うん、だからその翻訳の会社だったんですよね。でそれがその業務形態がなんだか行き当たりばったりで変わっていって、で今化粧品かなんかのメーカーになってて、だからそういう例もあって、という話がね、しょぼい企業に書いてあった、うん、はい、うん、まあだからその行き当たりばったりの問題があるんですよ。で私はだからその場合に行き当たりばったりでいいという言い方じゃなくて、だ それがまあ彦坂の場合に、彦坂の美術作品のこう根本的な原理っていうのは、つまり規制されたオートマティズムなんですよ。
だから規制があると。で結構その規制っていうのはずぶん早くから言ってるんですよね。今その原爆の抑止力っていう問題で言ってるわけじゃなくて もっと早いんですよね。だからあくまでもだからそれはまあなんていうのかな、彦坂的な美術教養っていうと完全な完全なオートマティズムとか完全な自由とかそういう態度はないんですよね。あくまでもまあ、美術で言えばだからフォーマリズムですよね、うん、基本的なルールっていうのは存在すると、うん、だから規制っていうのはだから交通規制の規制ですよね。そうだから自動車っていうのは、うん、なぜ自動車がそのこれも名前言っていいと思わないですけどね、ちょっと言うんですけどね、小林晴郎君っていうのがね、日本世界はねその警察があるからね良くないんだっていう言い方するのね。ねでそのお名前出すのは良くないと思うんだけど、同時に名前を出したいっていうのはね、つまり結構重要なんですよ。彼はだからもともと B ゼミっていうそのゼミの息子さんなわけですよね。でその 彼個人のこうなんていうか個人的な理由っていうかこう成長過程みたいなものがありますからね、それと全く無関係の発言ではないんだけど、あの実際的に警察がなかったらね社会ってものすごい大変になるの。実際に例えばアメリカがベトナム戦争に敗れた後に敗戦っていうのはどういうものかって、日本人は自分が敗戦すると敗戦って言うんだけど、他の国が敗戦したことを観察しないよね。僕は観察してったからね、日本の敗戦があるからアメリカがね、あと年間に1000人ぐらい子供消えてたんだよね。それであのなんだっけハロウィンパーティーとかああいう時にあのお菓子をもらいに子供が来るとそのお菓子の中にカミソリの刃が入ってたり毒が入ってたりそういう風になるの。それでもう一つはレイプが頻発するのね。だから普通の地下鉄に乗っているとそこでレイプがあって、そのレイプを他の男たちが止めないんだよ。ただ傍観してるだけなのね。だから結局警察官を電車の中に乗っけなきゃならなくなってくるね。あ、そういう映画ありましたよね。あの地下鉄の中でならず者がうえーっと暴れて、それを乗客が黙って見てるっていう映画。そうだっけ、うん、あったいや大変なんだよ、うんね、だから僕が留学した時点で、ね、その大学院に入ってんだけど、とにかくまあ普通にまずその教室の中に物を置いてもあっという間に盗まれるからね、泥棒頻発、ね、でだから一つは自転車の前の車輪を持って歩いてる人たちたくさんいるわけですよ。それは自転車が盗まれるからね、前輪持って歩いてるんですね。それから自動車 あのカーステレオがあるでしょ、あれも持って歩いてるの。とにかく車から外してこないとすぐに車のガラス割られて中のオーディオだけやられるの でそういう状態。それで夜でもとにかく私に対しても男に対してもアパートまで帰るのにそのガードマンつけて歩かせるって言うけど、僕はいいですって断るけど、でとにかく道を歩いてるのが1981年82年段階ですけど、道を歩いてるのが黒人とね私しかいないんだもん。みんなあとは車で移動してるだけだもん。それほど治安が悪いので、そういう風になってくるととにかくまず被害を受けるのはその女性や子供なんですよね。だからその警察なければダメ、絶対にダメ、そういうふぬけたこと言わないでくれっていうのがあるね。だから名前出したんだけど、ダメ、教育機関なんだからね彼だって、あるいは元教育、今でもまあ教育活動やってるわけであって、ブランクラインだったんですね、うん、ブランクライン、うん、ね、で そういうところでそういうその警察がない方がいいっていうような発言っていうのは全くダメなわけであってね、秩序っていうのは必要なので、ルールっていうのは必要なの、それと自由にできるっていうことが絡み合ってるわけです。そうです、セットですよね、セットなんです、うん、ね。だからそのまあまあそういうことですね。まだ時間あるんですかね、いくらでもありますけどね、こういう話は9分半、いやまあもういいでしょうお疲れ様でございました、うん。